Yasuyo-san is very intuitive, and now I'm wondering how I can be intuitive too, because in that time of we cannot predict the future very much. So your intuition can be your best friend, right? So let's get started. Hi, Kamigamo. Hi, さて今日のトピックなんだっけ直感？はい直感力の見出しかさという風直感ですね。うん、はい、うんうんうん。そもそも人間は誰でも直感力は持っているんですけど、それをまあうまく使いこなせてるかどうかっていうだけだと思うんですよね。うんうんうん。 で直感力を磨く磨くくね、うん、例えばあなんか直感力のヒントは、えっと、理由がないってことですまずそのそれを思いついた時に。んだかこれな気がするとか、うん、なんだかこっちな気がするとか、うん、なんか良い感じがするとか。 なので特に理由はなくてあのこう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 いう理由だからこっちだと思うっていうのはもう直感力じゃなくなってるから。そそういうういことかもう計算、ねうん、それはね、うん、そうででも多くの人は次にその直感なんだかいいような気がするだけじゃ不安だからなんかこう比較し始めるっていうところをし始めて、うん、それよりもっといいものないかなとか。 それに似たさらにもっと良いものないかなとか、うん、あの考え始めちゃうと直感力は終了ですだからポイントはそのなんだか良いと感じるものをにそのままそこに向かって進めるかどうかなんだよね。うん、うん これはどうですかでき,ますできますかっていうか、純子ちゃんどうですかその後にやっぱり検索かけたり調べたりいろいろしちゃう計算っていうかまあ,あのい、いけそうだったらいける、いくけれども、うん。そうなだうな。これがやりたい、でもお金がとか、うんうんうん。現実的な問題が出てくるときはありますね。 値段を見たときに、あ、ちょっと無理だなとか。あ、そうだねそう。うん、そうそうそう。とか、なんかどこかに行きたい、うんうん、海外に行きたいとか言って書いたときに、ちょっとお金かかるなとか。うん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 。なんかこれがやりたいってときに、いや、仕事を辞めるわけにいかないなとか。うん。 じゃあそこでその自分が最初何かいいなと思っても、うん、実際にそこにまっすぐ進むことは案外難しいよねってことですかそうですねなんかお金が貯まったんやろうとか思ってるうちにちょっと書き消されたりとか、うん、うん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 なるほどえっ、ー、とこれよくこのトピックってあの 地球外生命体のバシャールっているじゃないですか。わ、はい、かりますバシャール知ってるっけジュンコさん。うん、うん。まあ、アメリカとかですごく有名なあの地球外生命体の,あのエネルギーをチャネルリングしてみんなに私たち人間にメッセージをくれるっていうやつで、うん、もう30年ぐらい経ってんだよね、バシャールが来てから。あんまり経ってるんだ。 うん、1969年ぐらいだと思うんだよね確かうんだから私が生まれるあれ69年じゃもっとかあれ1900ちょっと忘れちゃったけどとにかく何十年もバシャールはあの伝えてるメッセージはでもずっと一緒なんですよこの30年 <laughs> うんでバシャールが言うのは、うん、えーっと 豊かさについていつも喋るんだけど、うん、その豊かさってそのやりたい時にやりたいことをすぐできる力っていうことなんですよ。うん、うんうんうんそれがまあ豊かっていう状態。うん、行きたいなと思ったら行ける。うん、やりたいなと思ったらすぐやれる。うん、そうしたいなと思ったらすぐそうするみたいな。でこれって本当に直感に ただ従っているっていうことになるからその直感力を使い続けるってすごく豊かな状態ってことなんだよね確かにそのでうん,うんでもこれがみんなが直感力がなぜ止まるかっていうほとんどの原因が時間がないかお金がないかなんですよ。うん、うん、それを 選ぶだけの時間がないもしくはそれを選ぶためのお金が足りないとか、うんうん、ここがまあ直感力をこう小さくするっていうか、うん、エネルギーをそこで止めてしまう原因になってきていて、うん、で、まあ、バシャルはいつもそ,のそうでもそういう 観念そういう概念で設定してるのは私たち自分自身だからうん、うん、そのそうしたいと思ったことは必ず本当はそうなるからそうなるんだっていう方を何て言うかな採用すると、えー、時間とお金が巡ってくる流れになるっていうのが馬場、まあ、シャルの言いたいことなんだよね。うん,うん、うん なので、直感力を磨く練習は、えー、まるまるまるだからまるまるできないっていう考え概念そのものをやっぱり終わらせていく必要があるってことです。この言い訳をまあ終わ,、うん、終わらせていく必要なんですかね。うん、そう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 。まあ、本人別に言い訳だとも思ってないから、うん、本当だってそれ本当のことだしってみんな思ってるんですよ。うんうん。 うん、だって本当にお金がないしとか。までも彼がよく言うのはか、それは観念、あなたの観念ですよねとかって言うから。そうなんです。その中の観念で、それからができないって思ってるだけっていうことですね。そう、そう、うん。でも、やっぱりこういう観念がまるまるがないとできないっていう観念を持ちながら。えー、直感力を磨くってことはできなくて。うん。 うん別のベクトルなんだよねこれって。うううんうん、うん、うん、なので直感力を磨く前にその自分がどういう観念をやっぱり持ってるか、うん、っていうところをやっぱり見てもう一度改めて見ていく必要があるんじゃないかなというふうに感じてます。うんうん、直感力ってその後なんだよね本ほんうん 観念を持ってる観念に自分が気づいたらそれを手放してってとかうん、うん、そういろ、まあ、んな言い方あるけど例えば手放すっていうよりは観念をか、まあ、書き換えるって言い方もあるし、うんうん、設定し直すって言い方もできるし再設定英語だとなんて言うんだろうね「リリなんとかだよね」。ううううん、うんうんうん、うん そうなので今の自分の考え方だと、えー、直感を選ぶっていう状態にもしかしたらまだなってないかもしれないってことです。うん、うん、だからそのじゃあまずその直感なんかこれしたいなと思っても。 お金を貯めてかからだなとかさ、うん、うんうんうんっていう風に結局直感って今来たものを今選んでいくやり方なんだけどお金が、うん、お金が貯まったら考えようみたいな風になっちゃうから、うん、結局その今来たものに対してすぐ反応ができなくなっちゃうってことなんだけどうん、うん、でももし、えー、設定が仮に。 自分が本当にそれがいいと思ったものは必ずそっちができるできるとか選んだ方がいいっていうふうな観念になってた場合は、うん、えそれがそうふう風にいいと思ってたら必ずそうなるっていうふうに自分で言えたらそうなっていくってことです。あそのかうんそっかそっかうんだから、うん、あ,そこあそこに行きたいない絶対行けるでしょみたいなうんうんうん。うんうん で絶対いけるよねってだって私がそうしたいと思ったもんだもんってなったら、えー、とそのいける要素が今度現れてくるっていうのが直感力を磨いていくやり方っていうことになります。<ー>うん、なるほどなるほど。じゃあその例えば、うん、あの行きたいと思ったその、うん、次の日とかはどちらも同じ状態じゃないですか。うん、どちらもまだ、うん、次の日とかに、ね、まだ海外にまだ行ってない。 けど、うん、片方はいつかねぐらいの漠然としたお金にはまったらねぐらいの状態と、もう片方なんかいつかいけるんだなって思ってるのでは、うん、そこからこう差が出てくる感じですかね、うん。そうです。だってもうそれは違う、違うものを選んでる状態だから。うん、うん その次の日はやっぱりあのその2人どちらの2人もやることは同じことをやってるか、うん、今までやってた仕事次の日もやってるかもしれないけど選択は実は違うっていうことですねうん、うん、もうその意識状態が違うんですよはいはいまあそれはまだ表面的に見えないんだけど、うんね、両方ともそのあ絶対いける 絶対いるつかいつか一生のうちいつか行けたらいいなと思ってる人では、うんうん、一生のうちいつか行けたらいいなと思う人は、うん、やっぱりずっとそういうふうに思いながらいけないっていう状態を作ってるんだけど絶対自分が行きたいと思ったことは絶対行けると思ってるといける要素が生まれる。うん あの次の瞬間がもう生まれてるってことです。ねなるほどね、面白い。うんそれって全然違うよね。全然違う。そこ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 が聞きたかったです。はいはい満足です。良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。The topic is how to nurture. Your intuition. So, the process sounds so simple. You just need to trust your intuition instead of just making some excuses. Maybe we can um, practice doing it so that it will be better and better. So, please click like and subscribe buttons. Thank you.